自給自足の男。仕事なし。やっぱりこの役者という仕事がすごい楽しいし、表に出る仕事なので、じゃなくなったらもう仕事をせず、もう野菜とかもう育てて、米も育てて、で牛とかも放牧して、自給自足で、なんか自分の身一つで生きてみたいですね。人と心をつなげられる役者になっていたいなと思います。なんて言うんだろうな、ミュージカルを今やらせていただいてて、でやっぱり見に来てくださる方々もその作品対自分になるので、孤独の中で見られるんですね、一人なので。で、私も役としては生きているけど、その世界で自分の孤独の部分から気持ちを引っ張り出して、でその役を表現するので、舞台の人たちも孤独なので、そういった舞台の人たちとも心をつなげられる、そして見てくださる方々にも心をつなげられれば孤独じゃなくなるんじゃないかなと思って、人と心がつなげられる役者になれていたらなと思います。なんだろう。まあでもやっぱりアジアでしっかりアーティスト表現者として活躍、ちゃんと活躍ができているようになることが、まあ変わらない夢なので、それが年齢を重ねてもしっかりと叶えられるように頑張りたいなとは思いますね。あとは何だろうな、なんか毎日平和に過ごせてたらすごくいいなってやっぱ最近は思うんですけど、なるべくこう、もちろんネガティブになることも大事だと思うんですけど、やっぱネガティブになった後はしっかり、まあ、ポジティブにというか、なんか笑ってられる時間が多い、なんかその自分で自分のことをちゃんと好きでいられる、い続けられることってすごい大事だなって私は思うので、そういう自分で毎日過ごせるようになったらいいなと思います。本物の狼とか虎とかクジラとか。でも人間じゃないですね。元気で長生きしてください。あと楽しく過ごしてもらえたら嬉しいなと思います。男の人になるですかね。なんかどういう感情なんだろうとか、多分全然思考が違うと思うので、とても興味がありますね。なので、チャレンジできるんだったら男性としての人生も歩んでみたいなっていうのはあります。ああ、でも自分の一番根幹にあるものって言ったら、やっぱり楽器の演奏をしてたいですね。自分にとっての一番の瞑想にも近い、こう、なんて言うんでしょうね、そういうニュートラルに戻るってことは何なのかっていうと、やっぱ僕はドラムを叩くんでね、ドラムセットに座るっていうこと、なんか
ステージの上で死にたいっていう感覚の多分さらにちょっと突き詰めたところで、やっぱりドラムセットに座ってる時が一番きっとなんかそういう何にものでもない生まれる前とか分かんないですけど、そういうところに一番近いのかもしれないし、そういう感覚になるので、叩いても叩かなくてもそれはもうどっちでもいいです。最終的にはあそこに座ってたですね。もう世界中の子供がたちが幸せになってほしい。そしたら勝手に自分たちも幸せになれると思うので、なんか幸せは結構変わってっちゃうものだと思うんです。だからなんかその幸せが長続きするように子供たちが幸せであってほしいなと思います。めちゃめちゃ大量の酸素ボンベみたいな水中で息できるやつを持ってって、海底をめっちゃ古代遺跡とかそういうのを探す、見てみたいですね。やっぱりなんかなんだっけ、古代都市みたいな、まあ、普通に見たいですけどね。私は普段結構、普段も会う友人は同い年の親友だったり、あとは結構こう年上の30代とか40代の方とかが多くて、割とこう年上の方々とすごくたくさんお話しさせていただく機会多いんですけど、なんか今結構それこそ YouTuber とかなんか天才キッズと呼ばれている、なんかすごい頭のめちゃくちゃいい小学生とか、すごいネットとかで話題のなんか凄技を持ってる小中学生とか、そういうキッズのことを友達になってみたいです。北極の付近に地底人に会える入り口があるらしいんですよ。会えたら彼らに聞きたいですね。なんでそこおるんっていう、いると思ってるので中学の顧問の陸上の時の先生は本当に力のある先生で、全国大会とかも必ずこう連れてってくれるような、なんだろう、指導のうまい先生だったんですけど、実はあんまり練習してないみたいな時間もあったんですって謝りたいなと思います。食べても食べても太らない体気を抜くと太ってしまうから、すごく運動をしなきゃいけないんですよね、食べた分だけ。だけどちょっと仕事が忙しくなると運動するのも疲れてしまうから、ちょっと食べた分だけ太らない、なんか食べても太らない体を手に入れたいです伝え忘れてるかな。すごいシンプルになっちゃうけど、きっと伝えきれるってことは根性ではありえないんだけど、やっぱり肉親とか本当に家族とかに改めて感謝をしなきゃいけないかもしれないですね。ただ伝え忘れているとするならって意味では、いやありがとうねっていうのをみんなに、まずはまあ家族でしょうねに伝えるっていうのが一番シンプルかな。特定の誰かっていうのは、これは語弊がないことを願いますけど、いないですね。俺はそういう意味では幸せですね。恵まれてるっていうのかもしれないけど、誰かにあれ言ってないっていうのはないと思いますね。すっごくだからものすごい大きな話になっちゃうんですけど、すごいシンプルな
感情が残りましたね。はい、あの勉強ができなかったり、こうその靴がなかったりする子たちに大量の靴をバーって送ったり、学校をバーって建てたり、そういう環境を整えるのに使いたいなと、自分がそれに力を使いたいなと思います。まあありがとうっていう感じですかね。自分がお世話になった人とか好きな人とかちゃんと愛を伝えて、最後に地球最高だったみたいな。むずすぎるわ。緊張しますよ。大丈夫ですか？みんな試されてる。OK。 うん。